香港、バ鉢の聖ミカエル墓地にある墓小ぶり中は、香港のカトリック司教、スーキ教。1975年から2002年に亡くなるまで、カトリック、香港司教を務めた。中華民国関東省五家県川口里に生まれた。出生地の教会で洗礼を受け、1940年に、当地の修道院に進んで、中学校の教育を受けた。 1946年8月に香港後のカナン、大宮学校で哲学と進学を専攻した。1953年7月にローマに行き、ウルバノ大学で教会法を専攻し、1956年6月23日に優れた成績で教会法の博士号を取得した。その博士論文の題名は、虚業婚配特殊状況的法規であった。 1952年7月6日に香港カテドラルで、司祭に除外され、それから九龍トンタウ村で難民センターの仕事をした。1956年から1957年まで、まずアメリカのニューヨーク、ボストン及び、シカゴの3つの広塚佐教区事務局で実習してから、中華民国の新築教区内クリケンの教会に着任した。1975年4月5日に、 教皇パウロ6世から、聖居した、李博木司教の公認となる、第五代香港教区司教に指名され、同年7月25日に、司教助会を受けて着座した。1988年5月29日には、教皇ヨハネ・パウロ2世により、数奇教に任命され、香港で初の数奇教となった。数奇教任命後に、教皇庁教広報評議会と、 天礼秘跡賞のメンバーとなった。2002年に、骨髄がにより香港島のクイーンメリー病院で死去。77歳暴打香港死去は、その後陳飛君に引き継がれた。英中共同声明の署名を受けて、彼は1984年8月15日に死去の立場で声明を発表し、共同声明及び香港基本法がそれぞれ宗教信仰の自由の 保障を明文化することを希望した。1989年7月11日には天安門事件に答え、全世界の司教にあてて、彼らに中国が法治主義及び民主主義を推し進めることと、香港の全土及びベトナムのボートピープル等の問題に関心を寄せることを呼びかけた。外にも毎回の各級の議会選挙では、信徒に積極的な参加を呼びかけた。 1999年6月6日、彼は、マキハを発表して、香港人が本土で出生した子供の香港、居住権を支持し、香港特別区政府が全国人大乗委会に、基本法の解釈を尋ねるやり方批判した。そして、香港人に、本土の人に対する拒絶を引き起こし、香港人の家庭の基礎を揺るがせ、中央が、推をする、一国二制度。 高度な自治の承諾に疑いを起こさせ、国際的な香港に対する信頼を損なう、という有料を表明した。2002年に、サウスチャイマモーニングポストは、彼の香港市教在任機関に、全部で3人の聖職者が、児童に、性犯罪をしたと報道したが、教区はただ関係者に対して、内部の処分をして警察に通報せず、別に被害者に対して、賠償をした。それゆえ、 知っていながら報告せず司法の構成を妨げたという質疑をかけられることになった。教区はその後同類の性犯罪事件が再び発生するのを防止するために専門グループを成立させた。AB 小ぶり中枢機協カトリック香港教区香港カトリック小ぶり中枢機協が渋滞 BBC1980 香港教区大二次期カトリック 香港教区1990香港教区大事期カトリック香港教区神父3名の児童へ性犯罪を教区は内密にした待機元に0香港教区大事期カトリック香港教区ありがとうございます